ニュースストピックスです赤字が続く北陸鉄道石川線について金沢市白山市野々市市の沿線自治体と内灘町は8月30日存続か廃止かを協議する会合を金沢市役所で開き鉄道をを存続させる方針を決めました今回はこの話題について政治部の向島徹記者に聞きますよろししくお願いいたします。 よろししくお願いいたしますさて、この会合にはどういったメンバーが参加したんでしょうか。はいえー、会合には村山隆金沢市長田村俊和白山市長阿波高明野々市,市長と川口勝則内灘町長が出席したほかオブザーバーで長谷博知事が参加し石川線を鉄道として存続させる方針を決めました、はい、導入のの選択肢一つとなっていた。 バス高速輸送システム通称 BRT 化はバスの運転手不足を考慮すると困難だと結論付けましたはい。利便性向上策を年内に取りまとめる計画ですそうですかその利便性向上策とは具体的にどういったことを想定しているんでしょうかはい、えー、利便性向上策では増便やバスとの乗り継ぎ割引キャッシュレス化バスとの 投資運賃体系パークアンドライドの整備について検討することを申し合わせました、はい、中長期的な検討課題として JR 北陸線への直通運転や金沢市後林坊への延伸も挙げましたこのほか車両更新の方向性も協議いたします行政の支援の在り方も年内に固める計画でこれらは来年1月の会合で決定しますなるほど この石川線を存続させた場合なんですが事業費はどのぐらいの金額になるんでしょうかはい、金沢市は2025年度から11年間の合計で鉄道の事業費が134億円になると試算しています沿線市町は国の新たな支援制度を活用し市町の負担軽減を目指します 石川線をめぐっては、北鉄がコロナ禍や燃料価格の高騰に伴い、高速バスなどの収益で赤字の鉄道を維持する経営スタイルが成立しなくなったと判断しまして、えー、沿線自治体に対し、交通事業者が運行を担い、自治体が鉄道車両や施設を維持管理する上下分離方式の導入を要望しました。これを受け 沿線市町や交通事業者で作る協議会が、鉄道の存続や BRT 化などについて議論してきました。今後は利便性向上策や乗客増加に向けた対策が急務となりそうです。はい、ありがとうございました。